司会をまたお立ちいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、まだ全国前ではございますが、若干の事務連絡をさせていただきます。今一方皆様、後ろの方、大変多くの方が全国より前にお集まりいただいてます。通路の確保のために今お立ちのところから、2、3歩前に、上がって動いていただいて構いませんが、ご協力ありがとうございます。後ろの方、通路を開けるために今2、3歩前に出ていただきました。ありがとうございます。通路確保、後ろの方の方ご協力ありがとうございます。それではスタッフの方、制作チラシ、制作ビラもですね、お集まりの方にお配りをいただきながら、制作本位で戦う石原弘隆、まもなく出陣式開始したいと思います。それでは弁士予定の方、前の方にお願いいたします。開会に先立ちまして、石田秀夫議員、そして大田議会議長鈴木孝之議員、そして都議会関係鈴木昭正、田中武、鈴木昭弘各議員、前の方にお願いいたします。どうぞ各議員の方々も、正面、左手、右手、左右にですね、前の方にご参列ください。各議員関係の皆様、議会関係の皆様、前の方に後ほどご紹介させていただきますので、スタンバイのほどよろしくお願いいたします。それでは定刻になりました。本日より衆議院選挙がスタートいたします。その第一声をご当地大井町から石原弘隆の取り組み、思い、政策をお伝えしてまいります。街頭演説会を開催いたします。本日は私、品川区議会から渡辺雄一が司会を担当させていただきます。よろしくお願いします。それでは早速進めてまいります。今スタッフの方から演説中に政策のチラシ、政策のパンフ、自民党の公約紙をお配りをさせていただきますので、どうかまたご一読ください。政策本位で取り組む自民党、そして公明党、連立与党への審判をどうかご理解をいただきたい。街頭演説最初の応援弁士はご当地品川区から浜野武、品川区長様、どうぞよろしくお願いいたします。半休前のお集まりの皆様、こんにちは。ご紹介をいただきました品川区長の浜野武でございます。今日は石原先生のために大勢の方がお集まりでございます。本当に嬉しい限りでございます。品川区が発展するか、品川区民がより幸せになるか、その選挙でございます。どうか皆さんの力を合わせて、この石原先生をしっかりと送り出していただきたいと思います。選挙というのは、投票箱を開けて、そして票を数えて初めて決まるものであります。しかし、その投票箱の中身というのは、皆様方お一人お一人が名前を書いた、その大事な紙が詰まっているわけであります。皆様、ここにお集まりの皆様方はもちろんお書きいただけると思います。しかし、それだけではなくて、皆様お一人お一人の知人、家族、ご家族、そして多くの人に、今日これから皆様に伝えていただいて、多くの方が書いていただいた、その投票箱を開けて見事に当選を果たしていただきたい。そのことが品川区のより一層の発展、そして品川区のより品川区民のより一層の幸せにつながる、そのように確信をしております。どうか皆さん力を合わせて、石原先生をしっかりと送り出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。品川区長、浜野武様でございました。公務の関係もございますので、途中で失礼することもありますが、ご了解ください。続きまして、区議会を代表いたしまして、
して自民党品川区議会石田秀夫幹事長から各議員紹介そしてご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。いよいよ今日から選挙戦がスタートをいたしました。大勢の皆様にお集まりをいただいております。まずはじめに御礼申し上げます。ありがとうございます。まずはじめに我々品川区議会自民党我々の仲間をまずご紹介させていただきます。本田武信品川区議会議長でございます。鈴木真澄区議会議員でございます。大沢慎一区議会議員でございます。渡部茂区議会議員です。高橋信明区議会議員です。芹沢裕次郎区議会議員です。西村直子区議会議員です。湯沢一輝区議会議員です。小芝新区議会議員です。松沢和正区議会議員です。所要がありまして横山ゆかり議員もいらっしゃいますが今日ちょっと今席を外しております。また司会をしております渡辺雄一議員でございます。よろしくお願いします。いよいよ今日からでございます。今お話がありました。何としてもこの品川の地大田区もあります。島もあります。この代表として石原弘隆候補に国政の壇上で活躍をしていただく。そのためには自民党公明党連立政権で過半数を取るのが今回の目標でもあります。何としてもこの政治これを勝つために右往の衆が政策協定と言っている話があります。さまざまいい耳障りがいいお話もしております。しかしながらどこにその財源があるんだ。コロナで皆さん笑顔が少なくなったですよね。ここで皆さんの笑顔を取り戻す。これは経済もしっかりこれから手を入れていって笑顔あふれる品川を作っていく。これは我々の仕事でもあります。何としても右往の衆に負けるわけいかない。石原さんをぜひ勝たせていただきたい。我々区議会議員も決して楽な戦いとは思っておりません。一人一人の皆様にお願いをして何としても31日我々は万歳をしたいんであります。一人でも多くの方に皆様にもお声をかけていただいてこの日本をしっかり舵を取っていく自民党公明党の連立政権何としても勝たせてください。我々も全力で活動していきますことをお約束をさせていただいて応援の言葉とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。品川区議会の自民党の議員の紹介並びに代表挨拶をさせていただきました。続きまして大田区議会、本日は大田区議会委員会のまださなかということで代表いたしまして大田区議会議長を務めております鈴木孝之議員、どうぞよろしくお願いいたします。皆様寒い中お集まりをいただきましてありがとうございます。隣町大田区よりやってまいりました大田区議会議長の鈴木孝之でございます。本日大田区議会は特別委員会開催のために議員団代表して私一人でございますがお邪魔をさせていただきました。非常に厳しい選挙戦でございます。隣町大田区でも精一杯品川区議会の先生方の皆様そ
そして雄斗公明党の皆様方のお力添えを賜りながら、そして何よりも本日お集まりをいただいております、日頃より石原宏隆候補へご支援をいただいている皆様方のお力をいただき、最後まで石原宏隆候補勝利のために頑張ってまいりますので、最後の最後までお力添えを賜りますよう心からお願いを申し上げまして、大田区議会議員団代表してのご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして都議会自民党関係者、3名、ご紹介させていただきます。鈴木秋政議員、はい、頑張りましょう。鈴木昭弘議員、元都議会議員、よろしくお願いします。田中拓司、はい、元都議会議員、よろしくお願いします。お三方一言ずついただきたいと思います。それでは鈴木秋政議員からお願いいたします。頑張りましょう。皆さんおはようございます。ご紹介を賜りました、大田区からやってまいりました都議会の鈴木昭政でございます。私は今回の選挙戦は政権選択選挙でございます。何が何でも自民党公明党をしっかりとスクラムを組んで、石原宏隆候補皆様のお力で果たしていただきたいと思います。私は都議選で石原宏隆先生に大変お世話になり、議席を守ることができました。大田区でもぜひたくさんの石原宏隆という票を集めて恩返しをさせていただきたいと思っております。もう一つだけ、今浜野区長もお見えですが、今児童虐待、安心して子育てをできる地域を作っていかなければいけないと思います。品川区と大田区で児童相談所がございますけれども、6割が大田区の本当に困ったご家庭がお使いをいただいております。大田区も児童相談所の設立等々今人材育成目指しておりますけれども、大田区と品川区は本当にこれからの発展の中では一緒になっていろいろな政策をこれからもやっていかなければいけない、その品川の国へのパイプ役が石原宏隆先生でございます。何としても皆さんに書かせていただきたいと思います。そして共に健康長寿の品川区、そして子育てをしやすい品川区を作ってまいりましょう。勝たせてください、勝たせてください。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。大田区の前都議会議員の鈴木昭弘でございます。この野村監督語録に根拠のない勝ち方はあっても根拠のない負けはないというふうな話を聞いております。私もさっきの都議選しっかりと反省をして、私は石原選対の引き締め役としてですね、絶対に取りこぼすことのないような戦いを皆さんと一緒にさせていただきたいというふうに思います。さっきの都議選ではこのような街頭演説もですね、また集会もなかなかできなかった中で、少しずつ新規感染者皆様のご協力の中で減り、そしてワクチンの接種もですね、 G7 の中ではトップクラスというような今状況になってまいりました。しかしこのコロナというのはまさに大災害でございます。この災害を皆さんと一緒に乗り越えて、さらにこれからの品川、これからの大田区、そしてこれからの東京日本としっかりと道筋を示していくいただくのが、私は石原宏隆候補だというふうに思いますが、いかがでしょうか。皆さん、このためには今回の選挙一番大切なのは、これから皆さんと一緒に安定した政権で皆さんの声を通る、そうした国家を築いていくことが必要だというふうに思います。ぜひ最終最後まで石原宏隆さんの輪を広げさせていただき、この日本の舵取り、安定して自民党公明党でしっかりと進めていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんおはようございます。おはようございます。地元品川区の田中武でございます。本日石原宏隆代議士の選挙戦初日でございますが、このような多くの皆様のお集まりをいただいたこと、同志の一人からも御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。また今回の選挙は異例の選挙戦でありまして、解散してから
3日間、4日間しか準備期間がない中での選挙戦となりました。そのためいろいろな皆様へのご迷惑をおかけしている部分もあるのかもしれませんが、どうぞ石原宏高当選に向けての皆様のお気持ちをぜひとも結集していただけたらと思っております。岸田内閣になりまして、大臣あるいは党の役職者を見ていただくと、もう4期生、3期生がその徐々にではありますけれども、その中枢の仕事を担ってきております。今回の選挙戦、現在石原候補は4期目、5期目の挑戦でありますが、いよいよ私はこれからの時代、この品川太田島しょ部の国会議員としての活躍だけではなくて、日本国家をしっかりと支えていただくためのお仕事も、この当選後には石原宏高代議候補に託してはならない時期が参ります。私どもは大いに大いにこれからの石原宏高候補の活躍に期待をしようじゃありませんか。そのためにも何としてでもこの度の選挙戦勝ち抜かなくてはなりません。毎回毎回厳しい選挙戦でありますが、どうぞ改めて皆様の心を一致結束結集いただいて、当選に向けてのお力添え心からお願い申し上げ、応援のご挨拶を返させていただきます。皆さん頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。地域ごとにご挨拶をさせていただいております。今お話の中にありました島しょ部も大切な選挙区、お仲間であります。ご紹介させていただきます。この場に今大島町議会議員鶴崎克彦様、ありがとうございます。また大島町議会副議長を務めております関野茂雄様もお越しいただいています。そして島しょ部代表であり私たちの古くからの仲間である三宅正彦都議会議員、本日都庁で今委員会中ということで、ご紹介だけさせていただきます。そしてまた大田区、松原忠義区長、公務が重なり今この場にはお越しいただけませんが、連日行われる街頭演説会、各地で応援をいただくことになっておりますのでご案内させていただきます。それでは続きまして東京都議会議から私たちの大切なパートナー公明党を代表いたしまして東京都議会議員伊藤光一都議、よろしくお願い申し上げます。自民党頑張れ、公明党頑張れ、そして石原宏高頑張れとお集まりいただきました皆様、こんにちは。こんにちは。10月14日衆議院解散と同時に東京3区石原宏高候補、公明党として推薦を決定をいたしました。品川区におきましても今並んでいる7名の区議会議員、そして都議会の私伊藤光一、総力を挙げて石原宏高勝利のために本日より戦ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。この度の衆院選挙は、政権選択の選挙でございます。コロナで皆様がさまざまに辛い思いをした、そして社会も経済も大変に厳しい状況になってしまった。この後コロナをどう克服をし、災害もいつ来るかわからない、かけがえのない皆様の命を誰が守るのか、どの政権が守るのか、こうしたことを誰が立て直していくのか、どの政党がやるのか、どの政治家がやっていくのか、これを選んでいただくのがこの度の衆院選挙でございます。自民党、公明党は新しい総理を迎える中、しっかりと政策合意をして国民の皆様に枠組みをはっきりして、そして自民公明でこういう世界を、こういう日本を作っていきますという姿を示させていただきました。一方で野党はどうか、全国各地の小選挙区の共産党の候補を下ろして、そして立憲民主党に一本化をする、主義・
主張が違うこの政党が一本化をして政権を取ると言っています。ちっとも枠組みが見えてこない、こんなはっきりしない政党に、連合に私たちは任せるわけにはいかない、このように思いますけど、皆様いかがでしょうか。どうかこの度の衆院選挙、自民党そして公明党で過半数を取らせていただきたい。この東京3区品川からは石原弘隆に何としても勝たせていただきたい。そして公明党も勝たせていただきたい、このお願いでいっぱいでございます。昨日私は公明党の幹部のある方に耳打ちをされました。この東京3区石原さん危ないよ、いろんな情勢調査をかけていく中で僅差で今負けているという状況を聞きました。ただごとではありません。絶対に負けられない戦い、私たち公明党も全力で死に物狂いで戦ってまいりますので、どうか石原候補勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。東京都議会から伊藤浩一都議会議員でございました。それでは皆様お待たせをいたしました。大変皆様にお世話になりながら、これまで4期衆議院議員を務め、環境副大臣を歴任、そしてつい最近までも衆議院で環境委員会の委員長を務め、本当に仕事をさせていただいております。そして今日のお配りをしている政策、これも本当にきめ細やかな、本当に実現のできる、皆様に貢献するための政策であります。石原弘隆よりこれまでの取り組み、気持ち、そして政策を皆様にお伝えをさせていただきます。石原弘隆候補、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日はですね、曇りのちょっと寒い中ですね、私の出陣式にお集まりいただきましたことを心から感謝を申し上げます。いよいよ衆議院選挙がスタートいたしました。自民党の公認候補として、そして与党の公明党の推薦をいただいてですね、7回目の衆議院選挙になります。今回はですね、本当に今までになくですね、厳しい選挙になっています。実は野党がですね、立憲民主と共産党がくっついてですね、この選挙区は共産党も出てますけども、もしかすると票を回されちゃうかもしれませんので、大変大変厳しい選挙であります。どうか皆さん最終最後まで応援をよろしくお願いいたします。今回の衆議院選挙ですね、私はいくつかの争点があると思います。で、一番の争点は今公明党の伊藤都議が言われたようにですね、この国の舵取りをですね、担う政治の枠組み、長い歴史のですね、自民党、公明党に託すのか、それとも選挙だけ目当てにですね、適当に合意を作って選挙協力をしている立憲民主党と共産党にこの国の舵取りを任せるのか、こういうですね、非常に大きな問題のある選挙戦ではないかというふうに思います。特に安全保障や防衛、外交といった面でですね、立憲民主党、共産党が果たしてまともにこの国の舵取りを取れるのか、私は疑問ではありません。どうかその東京3区、私石原弘隆、勝たせていただきたいと思います。この東京3区では全面的に公明党の皆さんが、小選挙区は石原弘隆と応援をしていただいています。公明党の議席もしっかりと確保しなければいけないんです。ですからどうか比例代表は公明党、名前書いちゃダメです、公明党って書かなきゃいけないんで、ぜひですね、公明党の比例代表応援をいただきますように私からもお願いを申し上げます。そして2点目のですね、私はですね、争点というのは成長と分配、今新聞を見るとですね、各党
いろいろ分配の話があります。自民党では、まあ、手書き金やるとは言ってないんですが、岸田総理がですね、手書き金には前向きな姿勢を示していて、まあ、岸田総理が言っているのは看護師さんとかですね、保育士さんとか介護士さんとか公的な形で値段が、給料が決まる、こういう方々の給料を上げると、そのことによって分配を増やしていくと言ってるんですけども、まあ、各党はですね、いろんなことを言ってます。しかし私は一番ですね、シンプルで正しいのは公明党が掲げているですね、18歳以下の10万円だと思います。それはなぜかというと、立憲民主党がですね、1000万円以下の所得税ゼロにするって言ってるんですけども、実は衆議院の本会議で代表質問の時にこれ1年間って言われました。1年間だけで、実はですね、450万円の年収の人が払う所得税っていうのが10万7000円なんです。450万円の人はですね、実は全体の所得を持っている人のですね、7割なんです。だから実はですね、10万円所得税1年間やっても10万円の手額給付金とですね、変わらないです。それだったらもう手額給付金すぐに払えます。もし所得税の減免だったら、もしかしたら年末調整といってですね、来年の末にしかお金返ってこないかもしれません。だから一番ですね、すぐ困った人に手元に届く、これを掲げているのが公明党の10万円ということです。まあちょっと令和のですね、皆さんに20万円毎月払っているのはちょっといくらなんでも無理だと思うんですが、まあ、私はですね、こういう公明党のこの主張されているですね、形に、まあ、修練をしていくんじゃないかと思いますが、まあ、ただですね、分配だけではやっぱりまずいと思います。成長がなければ、成長して税収が増えて、それを将来的に分配していく、今は苦しい時ですから最初に分配せざるを得ないところはありますけども、成長をさせていかなければいけません。この成長戦略がしっかりあるのがですね、私は自民党公明党政権だというふうに思います。それでこれはあんまりですね、自民党の政治家の人は言ってないんですけども、私はですね、実はみずほ銀行でなんです。でちょうど1年前ぐらいですね、みずほ銀行の産業調査部って他の三菱とか住友にないんですけども、各産業ごとにですね、いろいろと調査をしているセクションがあって、その担当常務の牛久保常務と話をしているときに、石原さん、日本が将来雇用をですね、しっかりと確保していって、そしてみんなが幸せになる産業は何だと思いますかっていうふうに言われたときにですね、私はちょっと、いや自動車もあるけど、どんどん機械化してるしどうなっちゃうのかなって話をしたんですよ。それは石原さん、観光業ですよ、飲食業ですよと言われました。よくよく考えてみると、ホテルにはですね、ウェイターさんもいれば、ウェイトレスさんもいれば、コックさんもいれば、またメイドさんもいれば、フロントのですね、担当者の方たくさんおられます。また飲食店だって、まあ、いろんなですね、給仕をやったりする人と、コックさんとですね、そして会計をやってるような、一番人が働く場所が実は飲食業だったりですね、そして観光業だったりするんです。今コロナで非常にこの2つの産業が傷ついてますけども、やはり日本の将来を考えた時には、この2つの産業をですね、しっかり守っていくことが、日本人が働く、そして日本人が働くところがあれば、それが成長していくということなんです。ですからインバウンド、安倍総理、菅総理やってきました。残念ながらコロナでもう外国人来なくなりました。しかし今まさにですね、このコロナの感染者も29名まで感染者減ってきました。そのことを考えると、やっぱりもしかすると2年先ぐらいにはですね、また外国人が来るかもしれない。だから感染防止協力金とかですね、雇用調整助成金でこの観光業や飲食業を回っていく必要があると思います。まあ、その他に将来的にグリーン成長戦略とかですね、またデジタルトランスフォーメーションとかありますけども、まあ、これはどれだけ雇用を生むか分かりません。今まさに働いているコロナで苦しんでいる方々をですね、救って、それが別に間違いなく将来の雇用に結びついてきますし、そこで稼いだ人たちが消費をしてくれて、経済はまた元の元気さを取り戻していくと思うんです。まあ、そのことをしっかりやってきたのが、私は
自民党公明党の連立政権ではないかというふうに思います。で、最後に